はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回は舞い上がれの第123話について話していきたいと思います。はい、123話、ね、横山優さんが、くるみちゃんに、ハルト君がくるみちゃんにやっとプロポーズするという回でした。そしてまたあのコンネクトの前の公演、まだもやそこしかないのか、ちょっとイメージがね違いますよね。横山優さんならばもうちょいねしっかりとした場所でプロポーズするんじゃないかと思うんですが、どう思いましたでしょうかね。ドラマ作ってる人たちは面白がってんですかね。まあなんでなんですかね。あのね、普段のっていうか普通のドラマのでいろいろやれるのに、なんで朝ドラだと限られちゃうんですかね。え、あ、その辺誰か教えてほしいな。なぜなんですか。ダメなの、外ロケみたいにダメなの、もうセット以外はダメなんですか。その辺ちょっとなんか疑問なんですがねえ。そしてノーサイドにね、お父さんに報告、松尾さとるさんにね報告、そのシーン結構なんか良かったなって。さすがこう松尾さとるさんという感じの演技が見れたような気がしますが、どうですか皆さん。はい、まあ今回気になってたのはそのアビキル、にこの荒牧さんが来た時に、舞ちゃんもねこう弊社はって言ってましたね。なんかそこがちょっと気になるところではありましたね。で説明もね、カリア先輩がした方がいいのに、なぜか舞ちゃんがこれは岩倉せいですみたいなね、感じでね、でなんだか人が多いですよね。アビキルずっと週末なんですかね。週末だから荒牧さんに来てもらえたって感じなんですかね。不思議。週末本来ならばお休みのところみたいなところだもんね。その辺もちょっと不思議な感じはしましたね。あとはそうね、高橋くん、パリはロックダウンしてしまった。フランス語喋れなくて大丈夫なんですかね。まあ今はそっか、もう2020年とかだとスマホとかあるからね、できんのかね。なんかいきなりフランス語でね、多分フランス語でしょあれ、喋りかけられて、もう家から出るなみたいなの言われて、あれは理解したんですかね。たかしくんもあれですよね、武将髭が、武将髭じゃない感じですよね。ちょうどいい、かっこいい感じのところでっていうところもね、ちょっと気になるなっていうところでありますね。どうですか皆さん。はい、ロックダウンしたフランスからたかしくんはどうやって帰ってくるのでしょうか。
ね、残りあと数回どうなんでしょうね。また最後の方はいつものパターンで何年後何年後って感じなんですかね。それならね、もう少し丁寧にね、進んでいってもよかったんじゃないかなって思いますけどね。はい、そんな感じで明日も楽しみにしたいと思います。それではまた。バイ。